何すんだよ。離せ。離せ。おとなしくしろ。そこで何をしている。誰だお前は。それに今の小僧は。女しかさ、斎藤家では見かけない顔だな。お主、ひょっとして明智様之助殿では。 いや、こんなところでお会いできるとは。拙者織田家家臣木下藤吉郎でござる。この男こそ後に天下を取る太閤豊臣秀吉である。織田家の者がなぜこの稲葉山城に。そんなことより、様之助殿、お主織田家に仕える気はござらんか。 様之助、この子に用があったんじゃないの？小僧。やだ、お前もさっきの侍みたいにオイラに乱暴するに決まってるんだ。そんなことはしない。小僧、名前は？夢丸。夢丸か。さっきはなぜ捕まれそうになっていたんだ？知らないよ、そんなの。じゃあここで何をしているんだ？ お前、夢丸を頼む。俺は雪姫を追う。分かったわ。
Samanosuke, Yumemaru no sujou ga wakatta wa. Ano ko wa noumin no ko yo. Nani? 4 年前、iksa de ryoushin o korosare naiteita no wo, tori ga katte Yukihime ga mitsukete tsurekaetta no yo. Yukihime wa Yumemaru o otouto no you ni kawai gari, Yumemaru mo aneue aneue to shitau you ni natta rashii wa. Sore de tasuketakute koko made yatte kita no ka. Shikashi wakara ne. Toukichiro wa naze Yumemaru o tsukamaeyou to shite iru nda. Nani ka ura ga arisou ne. Samanosuke, 一緒に出る方法を探しましょう。ここは何の部屋かしら。
閉じ込められたみたいだ。どこか出られそうなところはない？サマノスケ待ってて、すぐ助けるわ。ここまで来ればもう大丈夫だわ。私は手がかりを探しに行くわ。
夢丸。あった、これはこれは。Samanosuke殿、考えていただけましたかな、信長公に使える剣。どけ。あの小僧を救おうだなんてもう間に合いませんよ。信長公が玄魔の力を借りて天下を取ろうとしているのはもうご存知でしょう。無駄な努力はやめた方が良いですぞ。ふざけるな。それで罪もない大勢の人間を玄魔の餌として地底に送り込むのか。そうだ、この世は弱肉強食、農民は侍に従い、人間は玄魔に従うしかない。てめえ、あと一刻も経たぬうちに暗黒儀式が行われる。雪姫のドクロに生き血を満たし、信長公が一気に飲み干せば、斎藤家との戦は我が織田勢の勝利間違いなし。にゅて。またお会いしましょう、様の助殿。
お姉ちゃん、お姉ちゃんはもう大丈夫だ、夢丸。何も心配することはないぞ。お姉ちゃんを、お姉ちゃんを心配するな。雪見は必ず助け出す。楓、雪見がどうしてこの子を可愛がっていたかわかるか？戦国大名の姫として生まれ、小さい時から政略結婚の道具として育てられた雪姫には自由なんて一つもなかった。だから弱いものを見ると自分と同じように思え、放っておけなかったんだ。今の世は強いものだけがのさばりやがって。
Samanosuke. そうだ、夢丸。お前に世界を見せてやろう。世界?